フォックスネクストは21世紀フォックスが所有しているエンターテインメント企業である。ディズニーによるフォックス買収後ディズニーパークスエクスペリエンスプロダクツ内の子会社へと編成された。フォックスネクストは2017年1月18日に設立されたため比較的新しい企業である。フォックスネスとは二十世紀フォックスのコンテンツ管理から転任した部門社長として セレルメータにより発表された。FOXNEXT は、ウォルトディズニーカンパニー参加のマーベルエンターテインメント、およびアフターショックスタジオと連携して、アクション型 RPG マルチプレイヤーモバイルゲームの開発、発売を予定していることを発表した。2018年後半、ゲンティン・マレーシアと FOXNEXT は20世紀、FOX ワールドの遅延をめぐって、互いに対する法的措置を発表し、 両当事者は2019年7月に法廷外で和解した。フォックスネクストはディズニーによる20世紀フォックスの買収時に2019年9月、ディズニーはフォックスネクス t を手放すことを検討していると発言し、CEO のボブ・アイガー率いるウォルト・ディズニー・カンパニーは2016年にディズニー・インタラクティブ・スタジオを閉鎖した後、他社との連携でビデオゲーム開発を中止し、 自社の IP に基づいてゲーム開発を行うとした。FOX インタラクティブは20世紀 FOX のゲーム、制作部門となっていたが、後に2001年に出版権を引き継いだ後、2006年に解散した。ウォルトディズニーに買収される以前、20世紀 FOX は20世紀 FOX ワールドと呼ばれるテーマパークのシリーズを発表し、FOXNEXT の作品も登場予定だった。 ありがとうございます。